さあ皆さん、設問の指示と選択肢を一読よろしくお願いいたします。さあ皆さん、このタイミングで答えを出していただけるとよろしいかと思います。皆さん、解説は1問ずつホワイトボードでしていきますね。さあ皆さん、1問目いってみたいと思います。皆さん、問題を書き出してみましたが、皆さん、一つの単語を変えるか取り除くかのどっちかですからね。さあ皆さん、どこがダメでしょうか。もちろんこれですよね。皆さん、こんな綴り見たことありますかね。そうです、スペルミス。もちろん正しくは fled、 逃げたということでよろしいかと思います。皆さん、念のため原型と過去分詞も書いておきましたので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ2題目です。改めてご覧になっていただいてどうでしょう。皆さん、まずヒントはこれですよね。皆さん、文頭ホワイルは時を表す表現。もちろん接続詞ですので、後ろに主語と be 動詞が続きましたね。ところがそれが省略されていると。でもちろんこういう時にどうしたらいいんですかということですが、文法項目で言うと分子構文か時制、そこで皆さん習ったかと思います。そして皆さん、主語が省略されているのはここの主語と同じ人物だからですね。ですから、はい。そして皆さん、 B 動詞どうしますかということですが、皆さん、時制をご覧いただけますと have ですから、現在時制ですので am を補っておきました。皆さん、これで改めて確認していただきますと、なんか不自然ですよね。つまり後半の主節、たくさんお寿司を食べましたということですので、ちょっと話変わりますので色分けさせていただきますが、食べたのは過去ですよね。ですから、文頭にホワイルを置いてると、この have が現在時制である以上、省略されているのは am であって、省略されている以上ここを変えることはできないですね。ですから皆さん、文頭ホワイルを取り除けばよろしいですね。そうそう、主語と be 動詞の省略も考えなくても済みますからね。ですから皆さん、文頭 in Japan、 これから始めていただけますと、日本にいるとき私はたくさん寿司を食べました、意味内容上も文法上もバッチリということで、ホワイルを取り除いていただけるとよろしいかと思います。さあ3題目いってみたいと思います。それでは改めて見ていただいてどうでしょう。皆さん、これは文頭の表現がいけそうですね。もちろん、何々大学の場合には、先頭の座を取ればいいんですね。つまり、監視はいらないですからね。田辺さん、慶応大学と言われたら特定できるので、なんか座がつきそうな感じはするんですね。じゃあ皆さん、なんでつかないんですかと言われたら、皆さん、これが分かりやすいんじゃないかということで、例文を書いてみました。皆さん、比較級最上級の項目で、こういう例文見たことありますよね。この湖はここが一番深い。で、皆さん、最上級なのに左側に座がないんですね。じゃあ皆さん、なぜ座がないんですかと言われたら、皆さん、こういう説明を聞いたことがあるんじゃないですか。つまり、this lake、 この湖は他の湖と比較してるわけではないんですよね。ですから、比較対象がないわけですから、座をつけなくてもいいんですね。ですから、逆のことを言うと、座をつけるということは他に比較対象があるということですよね。ですから皆さん、慶応 University、他の大学と比較してますかね。もちろん慶応以外もそうですけども、ウニャウニャ大学と言われたら、その大学そのものが確固たる基盤を築いて存在しておりますので、他の大学と比較してるわけじゃないんですね。ですから、そういう風にイメージしていただきますと、〇〇大学、これ皆さん英作文なんかでも気をつけてほしいですが、何々大学と書く場合には座はつけないでくださいね、ということで、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、4問目いってみたいと思います。さあ皆さん、改めて見直していただけるとどうでしょう。皆さん、これは時制の項目で有名なものがありましたね。時や条件を示す副詞説の中では、未来の内容であったとしても現在時制で表記ということでよろしいですね。ですから皆さん、 will を取っていただきますと spread、 現在時制で表記できてますよね。ですから will を取るということでよろしいかと思います。さあ皆さん、ラストの問題でございます。問の16番、改めて考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、動詞の take、 自動詞か他動詞かと言われたら、取ったよー、何をということですので、他動詞。ですから、what ever以下が目的語になってるんですね。そして、目的語と言われたら、品詞は名詞。もちろん、うにゃうにゃ ever は名詞ありましたね。そして皆さん、what ever の右側に action、 あーとか the とか漢詞がついていない名詞が来てますよね。もちろん、それは what の後ろに置いていただいてもいいですからね。ですから皆さん、問いの16番は、変更するところ、もしくは取り除くところがないということで、よろしいかと思います。皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、最初の問題はスペルの問題でしたが、問の13番、出だしのホワイル、それの後ろに主語と be 動詞の省略、それの解説動画はすでに存在しております。そして問の14番のこの最上級の座、つけるつけないという話もすでに動画は存在しております。そして問の15番の時や条件を表す点点点、もちろんその解説動画もあります。そして最後の whatever、 うにゃうにゃ ever が名詞の働き、そして what の右側に漢詞がつかない名詞、
これを置いていい動画もすでに存在してます。ですから解説動画はたまたま全部揃っておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますね。ですのでこの後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。ということで今日も頑張りましょう。